こんにちは、アクチアキです。はい、ハロー。ジュエリーで人生を変える。はい。今日は何回目かな？自分でも覚えてません。今日のドリンクはですね、これね、私飲んでるのね、アルコールって思いがちなんですけど、全部ね、ノンアルコールなんですよ。今日はね、私が今ハマってる中野さんのですね、ブラックベリーのフルーツビネガーをですね、お水で割ったドリンクになってます。で、今日は皆さんからなんかいろいろね、ご質問いただいてるようなので、それにお答えしたいと思います。まあ、参考になるかどうかは保証できませんけど、ね、お付き合いください。今日もちょっと千秋さんに聞きたいことがあるんですけど。千秋さんが実際にその夢とか目標に、うん、自分が到達できたなって思えた瞬間とか、どんなことですか？うん、夢とか目標、なんか、私はね、今現在も大きな夢に関しては全然まだ私達成できてなくって、もっともっとたくさんの人に、毎日 の生活の中でね、ジュエリーを楽しんでいただきたいとか、いろんなこういうスタイルをもっともっとこうね、伝えていきたいとか、広げていきたいとか、そういう大きな夢はね、本当にまだ全然達成できてなくって、だけど小さな中、一つ一つその夢に行くまでの間にも、そこに行くまでに達成しないといけない小さなさ、山があったりとかさ、川があったりとかさ、丘があったりとかさ、こうだから、そういう小さいなんか達成の、要は延長線上で気づけば自分の大きな山を登れてたっていう結果になると思うから、だからやっぱり大きな夢は大きな夢で、自分がなんていうのかな、素直に持ち続ければいいし、だけどその大きな夢の前に小さな夢の達成があるから、その小さな夢の達成をちゃんと超えていけば、この大きな自分がね、一番成し遂げたい夢に間違いなく一歩でも近づいていけてるなっていう実感がちゃんと持てる小さな夢の設定をしていくっていうことがすごく大切なんですね。だから小さな夢を達成しても、自分が本当に一番達成したいものと相反するものだったら、すごいストレス溜まっちゃうんですよね。で、必ず自分が行きたい場所に対して、行きたい方向に向いて夢とか目標を設定していくっていうことが、まず第一条件、もうベースなんですね。で、その中で本当に今って自分の見れても、なんか2年後とかさで精一杯だったりとかする時代なので、だからそこはそこで、まあ、それも積み重ねなので、自分がイメージできる、まあ、それが半年後のことだったらイメージができるとか、1年後だったらイメージできる、まあ、人それぞれ違うんだけど、まあ、でも今の人っていうか、今の時代的に長くて先でなんか2年とかじゃない？だからそこまでじゃなくて、まあ、2年とか、あと1年半年ってこう、そこに行くまでの目標を、まあ、ちょっとまめにね、イメージできる範囲の設定をしっかり設定して達成していく習慣を、まあ、丁寧にちょっとつけていくっていうのが、結局はそのね、一番自分が目標、大きな目標を達成したいことに、まあ、近づいていってることになるかな。その自覚持ちながら進んでいくっていうことが、とてもなんか大切なことかなって思うんだけどな。ちなみに、千秋さんが初めて達成したちっちゃい目標って、私はね、自分でなんか会社する前は、とにかく自分が、人生プラン、20歳前半ぐらいの時かな、立てた時に、仕事もね、社会生活も活躍したい、結婚して家庭も持ちたいと、ね、
ご縁があってできることなら出産して子育てもしていきながら、要は働くのと子育てしながら、まあ、家庭を持っていくのとの両立した人生を送りたいっていうすごい設定があったんですよ、漠然と。二十歳前半ぐらいの時。それをじゃあ、両方達成するためにどうすればいいのかなって思った時に、まず時代的にね、まだね家庭と仕事の両立をする時代ではなくって、結婚したらもう普通にお家に専業主婦で、ほとんどの私の友人とかももう9割ぐらい入っていく時代だったから、だからまあでもね、長く仕事を続けていくにはまず会社から必要とされる存在、自分のスキルだったりとか能力もそうなんだけど、そういう存在にいかにちゃんとなっていく、力をつけていくかっていうことをまず一番最初の目標にしたのね。で、まあ、恋愛は恋愛でね、その仕事しながら自分が結婚したいと思う相手を探すというか、あの愛を育てていけばいいと思ってたから、まずあの経済の安定をさせるためにちゃんと評価される自分になっていこうっていうので、仕事にもう20代前半はもう100%仕事に近い、まあ恋愛もしてたけど、そこの意識すごい高かったかな。そのビジネス論みたいなのって、うん、あのご両親からなんか教えとかですか？うちでもね、両親ね、父サラリーマンで母専業主婦だったので、私はその弟が3人いて4人兄弟の私長女なんだけど、あの母親の専業主婦の姿を見て、もうほんと一日家のことをね一生懸命やってて、あ、まあ私絶対これ無理だなと思って。でもうちね、父はねサラリーマンだったんだけど、もういつもね独立したいって言ってた、自分で事業したいし授業したいって言ってた、うん、でも母親に子供が義務教育全員終わるまで待ってって止められてたけどね、うんうん、まあ、その事情もわかるし ね、 そうですね、安定したね、所得とやっぱりどうなるかね、自分で事業なんてしたらそういうリスクもあるから、そうだから、そういう普通のお家だった。お父様の一生継いだって感じですよね、うん、うちはなぜかね兄弟全員ね、あの自分で、あの業種全員バラバラなんだけどね、誰も勤めてないという、すごい、そう、うん、今の若い子たちって本当に自分が何がしたいか分かんない、そう、うん、あるある、あのね、私もね最初ね、いや頑張りたいんだよ、で自己表現もしていきたいんだけど、じゃあ具体的に何をどうすればいいかっていう、それを見つけるのが、あのすぐ見つかったわけじゃないから、私ジュエリーの仕事も30代半ばぐらい娘出産した後からだから、でもそれまでにも、いや自分はもう仕事を生涯できる限り続けたいなんて思いながらも、でも何を具体的にどこ目指して何頑張ればいいかなって、あの分かんなかったです、うん、だから、でもそれを、でも今目の前のことをしっかりするっていうことにフォーカスして、それをしっかりやらないといけないことをこう、なんていうの、達成していくと、なんか一本道あるでしょ、でその一本道をずっと小さい目標を超えていくじゃん、そうするとさ、あの進んでいくとね、道が変わるというよりかは景色が変わっていくの、年齢的なこともそうだし自分の成長に応じて、うん、だから景色が変わっていくのね、だからまあ道、私は一本道で、いやよくね、あのジュエリーの仕事なんて起業よくしたねって、そのパソコンの仕事をしてたのにって言うけど、その方向転換してっていうか、私からは方向転換とは思ってなくって、自分はずっと一本道歩いてて、その歩いていく中で景色が変わってきただけなんですって答えたことがあるんだけど、だから階段でもほら1階から見える景色、2階3階4階5階に住んでる人しか見えない景色とか、なんかいろいろその段階によって見えるものが違ってくるから、その違いと一緒なのかなと思う。自分が今目の前のことに集中していくと、あの絶対景色変わっていく。それはなぜかっていうと、自分が成長していくから、で成長すると出会う人も変わってくるし、まあ、出会う人が変わってくるというか、相手がね、あの仲良くなりたいなって、この人と関わっていきたいなっていう自分になっていくわけ、うん、
今だったらほら出会っても、相手にさ興味持ってもらわないと、お友達にしても仕事にしても関係性って成り立たないじゃない。だけど今スルーされてる人でも、自分自身が成長したら向こうが、あ、一緒に仕事したいな、一緒に取り組みしたいな、お友達になりたいなって選ばれる人になっていくから、なんかそういった意味では自己成長していく中でちゃんと景色が変わっていく、出会う人も変わっていくっていうのはそういうことかな。景色見てみたい。見て見て景色を。私もまだ見たい。うん。一人体操しだす人がいてます、後ろに。私のね、質問に対しての回答が長いってね、すごい怖いスタッフが一人いるんです。はい、ね、で、次、メッセージ、うん、20代とか30代と結婚しといた方がいいねみたいな、あ、そうかそうか、じゃあその質問で、じゃあ今ちょっと、ちょっと目も一緒に。ちょ、酔ってないです。これはノンアルコールです。足してください。ちょっと今ね、足してもらって。あ、それとね、あのね、すいません、カフェリングのね、ウォッチャープリーズ。酔ってないですから。あ、ありがとうございます。これが言ってたね、さっきのフルーツビネガーの、このブラックベリーちゃんなんですよ。で、これがね、カフェリングのミネラルウォーターなんです。それ大体持ち歩いてます。はい、うん、すごい可愛いでしょこのサイズ、ちょうどこう持ちやすくて、ね、はい、じゃあこの可愛いし、うん、ちょっと混ぜないと。あ、何だったっけ、ちょっとショートで行かないといけないね。20代30代、あ、30代20代、あのなんかさ質問であったじゃん、あの40代までにすべきことってね、え、興味深いよね。あのね、40代までにすべきこと、笑ってるみんな。40代までにねすべきことでもいっぱいあるよ。でもね、あのちょっと結論からね申し上げますとですね、やっぱりね40代からね、いろんな意味でね、女も男も下り坂です。本当。うん。あのね、これはね、私ね、よくね、夫にも言われるの。もう40代からはもう下り坂だって。で、確かに、あのそれはね、あの体力的なこともそうだし、まあ美貌もそうですし、あの記憶力とかね、いろんなこと、こう能力的なことも含めてね。やっぱりその、なんていうのかな、個人のね、によってはね、40代とかじゃなくて45とかね、この年齢若干違うけど、基本、まあ、40年間どんなに若く見える人でも心臓は40年間動いてるじゃないですか。じゃ体は40年間生きてるからっていうことの平均で考えていくと、やっぱりそこから伸びるって結構難しいんですよ。そこから綺麗になる難しいんですよ。ただあのいい感じで年を重ねていく感じがいいっていうものは、何歳からも40代から40代になっても50代になっても60代になっても、感じの良さとか、あの感じよく年を重ねるっていうことは全員できます、うん、ただあの本当にね、シビアな目で見た時にはやっぱり40超えるともうどんどん下り坂になっていくっていうことはですね、40までにすべきことさあ、大変ですよこれ、ね、私なんて今の年齢下り坂が2回ほどもありましたからね。1回じゃなくて、いや本当にね、あの40が下るけど、そこからまたこう微妙に下っていくからでそことの戦いです、まあ、そことの戦いっていうか、そこの流れにいかにうまく付き合っていくかかなっていう感じなんだけど、まあよくね、あのお友達にいかになっていけるかなんだけども、うん、だからまず40代までにはそこがピークとして捉えたら、準備しないといけないこと何がありますかっていうのを考えればいいと思う。みんなね、40代からまだまだ成長できるってこう思ってしまいがちなんだけど、年はもちろんね、
成長していきますけど、ちゃんと自分のピークを作っておかないといけないということなんです。具体的に何があれば、うん、あ、どうなんだ、ね、一番はだからね、自分のお仕事持ってる人は能力をやっぱ40代になるまでに、ね、極端に言うと自分が独立してもね、できるぐらいのスキルを絶対身につけておくこと。それは独立しなくていいんだよ、別に。だけど組織の中に属しててもやっぱり専門分野でしっかり、私はこれでこれだけの収入を得るぐらいの、スキル持ってますって言い切れるものがありますかっていうことなのね。だからそこをまず絶対用意していくっていうこと、それもね、とてもとても大切なことだと思うので、そこをまずちょっとベースで考えた方が私はいいんじゃないかなって思う。でそれとできるだけ、これは絶対じゃないけど、そこまでにもう素敵な人ちゃんと出会っていいご縁にもいかにしっかりつなげていくっていうことはもう、頑張ってください。2年あれば、できます、うん、半年でもできます、あなたがその気になったら、うん、そうだから、そういうね設定をちゃんとしておくっていうこと、うん、だけど40になるまでこれができなかったからダメかじゃなくて、それは別に延長線っていうのがあるぐらいだから、ね、あ、じゃあちょっともうやっぱりちょっと無理だったけど42までにはそれ完成させておこうとかさ、そういう設定ってできるじゃん、うん、だからそこ意識して生きるっていうことが大事、うんうん、だからそこはもうね、皆さんそれぞれがこう目指しているものってあると思うから、いつまでも成長できるって思わないで、私40ピークだとしたら今何をしないといけないか、40までにどんな状態作っておかないといけないかっていうことを考えるっていうことがとても大切だと思う。結論からね、申し上げますとですね、やっぱりね、40代からね、いろんな意味でね、女も男も